はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のいるよのファミリーコンサートバージョンについてですね。この歌は歴代の歌のお姉さんお兄さんが歌ってきてくれていますよね。特にファミリーコンサートの中盤でよく歌われるような気がしますね。歌い上げる歌を必ずファミリーコンサートでは1曲入れるんですが、その中でもこの曲が最近ではよく使われているなという印象がありますね。はい、今日はお母さんと一緒のいるよのファミリーコンサートバージョンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。